続いてどんどん参りましょう。続いてはこちら、進撃の巨人の世界ではこの中ではリヴァイ兵長が上官ですが、現実の世界でキャストの今の8名の皆様が戦場に派遣されたらどなたが隊長として適任ですかというちょっとリーダーは誰かなっていう質問をねいただきました。でこちらがどなたからの質問かと言いますと、この方、はい、小泉監督からいただきました。ちゃんとしてんな質問も。そうですねいい質問です ね、うん、ねリーダー的な方っていらっしゃるんでしょうかという。いやもう神谷さんだと思います。はい、僕は完全に、はいはい、まあ兵長とのエレンに対するあれっていうのもありますけど、うんうん、やっぱりもう本当プロフェッショナルなんですよ。はい、わかりますよ、わかります。いやなんかそういうつもりじゃなくそうなんですよ、そうじゃないです、お前考えてただろそれ。違いますよ、ずっと言おうとしてたべ。顔、神谷さんの顔。神谷さん、違うんですよ。そんな顔してなかったじゃないですか。僕はだってマジでこの間神谷さんのお誕生日にメールをお送りさせていただきまして、はい、我々この若輩者が目指すべきプロの姿っていうところを尊敬してますという、はい、メッセージを。な違う人なんじゃねえのこれ。違うのかな。あれやっぱ変えようか。いやでも本当に、はい、今ねこうされてますけども、やっぱ現場での今こんななっちゃってますけども、現場でのその役者としての振る舞いもそうですし、うん、まあユーモアも持って含めて、はい、やっぱりこう現場を何でしょう仕切るというかまとめる力だけじゃなくて、はい、ピリッとさせる、うんうん、その自分にへの厳しさっていうのはすごく大事だと思うんで、はい、うん、僕はこの中だと神谷さんだなと思います。それは私もイベント一つ通してもすごい感じましたが、うん、他にも皆さん答えてください、ね、いらっしゃったらね。お、じゃあここは神谷さんで、ね、お、はい、え、ね、リーダーでよろしいですか。勘弁こむるよそんなものは、面倒くせえが。答えてくださいよ。あ、まあでも どうなんですかね、うん、まあ人気者であるべきだと僕は思うんですよ、やっぱりリーダーってね。あ、なんかこの人のために頑張っちゃおうかなみたいな風に思える人がいいような気がするんで、なんか僕カジ君はなんかすごい真ん中に立ってすごい頑張ってるから、はい、もし隊長になってくれたら多分胃の一番にすっ飛んでって死ぬだろうなと思うんですよ。隊長じゃん、隊長じゃんと思うんですけど、すぐ隊長変わっちゃいますけど、そう、でもこう殺さないようにと思ってカジ君がこんだけ頑張ってるんだからみんなも頑張ろうよみたいな感じになって、なんか一つにまとまるんじゃないかなって気がするんですけどね。お二人からなんか双方からねいい感じのお話出てきましたが、ありがとうございます。さあでは。